小説家の私に読者の久保さんから届いた一通の手紙。彼女は誰もいない部屋で奇妙な音がするという。全てはそこから始まった。不思議と人が居つかない部屋はあるのよね。ここってなんかいわくつきの部屋とかじゃないよね。現在お住まいの部屋で過去に自殺があったということはありません。ここに越してから変ないたずら電話が多くて。マンション全体？部屋ごとにおかしいんじゃなくて、マンションが建つ前に自殺があった。それなら理屈に合いますよね。奇妙な音の謎を追ううちに次々と明らかになる衝撃の真実。一人暮らしのご老人でね。で、知らねえうちに死んでたんだろ。赤ん坊の泣き声がするのよ。いわゆる座敷牢ってやつです。記録が一切存在しないんです。最強物件だね。たたられたというより汚れに触れてしまったということかも。汚れ？とんでもないもの引き当てたかもしれませんよ。全ての謎が解けた時、想像を超える驚愕のラストが待ち受ける。懺悔、住んではいけない部屋。あなたの部屋にもあなたの知らない過去がある。